立憲民主党に報道の自由を語る資格はなかった。現在、立憲民主党などの野党が国会にて東京新聞持月磯子さんの問題で菅官房長官を攻撃しておりますが、例えばこの立憲民主党、2017年の10月3日に設立されたんですが、立憲民主党の枝野幸男代表の記者会見は、 4ヶ月後でありました。本日までに枝野さんの定例会見は15回しか行われておりません。およそ1年半の間に18ヶ月間でたったの15回です。それに対して菅官房長官は平日はほぼ毎日2回にわたって 記者会見を開いております立憲民主党には、今後ですね、望月磯子さんの問題で報道の自由どうこうと主張するのであれば、ぜひとも菅官房長官レベルの記者会見を開いていただくようお願いいたします。以上になりますご静聴いただき ありがとうございました。